ポーツのコーナーです。まずはサッカーのギラバンツ北九州から、ホームで行われた富山戦、試合は劇的な展開となりました。ホームではここ3試合で2勝1分けと負けがないギラバンツ、0対0で迎えた後半12分、富山にサイドから攻撃を許すと中で合わされ先制点を奪われます。その3分後、今度はギラバンツがサイドからの攻撃、右サイドの井上がクロス、これがそのままゴールに。井上の今シーズン初ゴールで同点に追いつきます。この勢いで逆転したいギラバンツでしたが、22分、スタメンで出場していたフェボが2枚目のイエローカードで退場。残り20分以上を10人で戦うことになってしまいます。一人少ないギラバンツ、パスをつながれピンチを招きます。なんとかしのぐと32分、コーナーキックのチャンス、こぼれたボールをキャプテン川上、豪快なシュートは嬉しい J リーグ初ゴール、逆転に成功します。気持ちを込めて打ったのでそれが入ってくれてよかったです。その後10人で守りきったギラバンツ、今シーズン初めての逆転勝利です。本当に勝ちに行くっていう戦いしかうちにはないと思うので、まあ、そういった勝ちに行く姿勢っていうのが粘り強い戦いができてる証拠になってると思うので、まあ、こういう戦いを続けられるように、まあ、ひたすら今やってることをやり続けるだけだと思います。はい、退場になってしまって、少し、バタバタしましたけども、まあ、選手たちには、まあ、慌てるなと、まあ、落ち着いてやれということをしっかり伝えて、選手たちは、しっかりとその通りやってくれたと思います。練習できるように、ベストを尽くしていきたいと思います。はい、柱谷監督になって随分と精神面の成長もあったようです。さて次のゲームは15日の午後7時からです。アウェーでの鹿児島戦、連勝を目指して頑張ってほしいものです。続きましては